悩む必要ありません。はい、どうもこんにちは、ふるきです。本日は新年明けまして2023年おめでとうございますということで、動画まず一本目ね、行っていきたいと思うんですけども、今年2023年にね、ちょっと私考えてました。実はおすすめしたいなと思っていた植物があるんですね。一つ一選ということで、もう悩む必要はありません。2023年はこの植物を買えば間違いないということで動画作っていきたいと思うんですが、何でしょう何でしょう、何の植物でしょうかっていうところなんですけども、こちら実はですね、私2022年ずっと育てていた植物があるんですが、今回はですね、2023年、この植物やっぱり面白いということで、ちょっとね、新年1本目の動画ということでご紹介していければなと思います。2023年、絶対に育てるべき植物一選一選ということでやっていきましょう。はい、でね、まあ何の植物かっていうと、後ろに今いくつか持ってきました。ちょっとね、大きいのもあるんですけど、ちっちゃいの持ってきやすかったんでここに持ってきました。こちら全部同じ植物です。そう、ビカクシダという植物、今年2023年におすすめしていきたいと思うんですけども、うん、まあ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 、ご存知の方も多いと思うし、まだご存知じゃない方も多いと思うんです。ご存知じゃない方の方が実は一般的にはすごく多いということを、たまにいろんな人とお話をすると、何これ、なんで壁にくっついてんの、記憶は言われるんですね。いや、これはビカクシダという植物でっていうお話をね、じゃあ今日はしていければなと思いますので、行っていきましょう。はい、ということでね、2023年にじゃあおすすめしたい植物一選のこのビカクシダという植物なんですが、実はよくこれコウモリランという名前でホームセンターとかで売られているんですね。ホウモリラン、コウモリのような姿をしたランなんですけども、実はこれコウモリでもランでもなくて、ビカクシダというね、シダ植物になりますね。実は原種というのが18種類ある植物で、世界中にまあ暖かい地域がほとんどなんですけど、自生しているビカクシダという植物になります。でですね、これ壁にかけて育てるのが一般的な普通の育て方をするのがビカクシダというものですね。壁にかけて育てる、土は鉢はみたいな話になってくるんですけども、そもそもこの植物、自生地では木にくっついて生きているっていうね、樹木に着生してくっついて育つっていう植物、着生植物という仲間の一つになります。そう、面白いですよね。この時点ですごい面白いんですけど、着生植物になりますね。はい、この着生植物だから、やっぱり木とかに板にくっつけて、で土はほとんど使わずに、水苔というね、土の代わりのものを使って糸で縛って仕立て上げていく。でそのうちこのビカクシダ自身が板に根を張ってもう取れなくなっちゃうよっていうのが、着生植物ビカクシダの魅力ですね。はい、でね、まあ、一見するとちょっと難しそうだよねっていうお話よく聞くんです。そうなんです、ちょっと難しそうだよねっていう風にやっぱ見えるんですよね。普通のゴムの木とかエバーフレッシュとか、そういうね、まあ鉢で育っている多肉植物とかに比べるとね、ちょっとやっぱり変ですもん。どうやって育ってるのって思いますよね。私も思いました、昔は。ただですね、もうこのビカクシダという植物を今年で8年目か9年目かわからないんですが、育てているんですが、これすごくね、考え方を変えると簡単なんですね。なので、もう植物初心者の人でもめちゃくちゃ育てやすいっていうのがビカクシダだと思うんですね。じゃあ何、どうやって育てんのっていうお話なんですけども、基本はこちら、板にくっついてます。このようにして水苔というものを使って糸で縛り上げて板にくっついたの状態がビカクシダの通常モードですね。でこれ基本的には乾いたら水をあげるっていうのだけです。乾いたらっていうのは、この水苔が乾いたら水をあげるんですけども、これ水苔のどの部分を見ればいいかっていうところが意外と大事で、水ってやっぱり重力でどんどん下に下がっていきます。で乾くのは上の方が乾くのが早いです。でビカクシダは基本的に下の方が乾いたら水をあげるっていうだけですね。水のあげ方は、私はよくシンクとかでちょろちょろってこの辺に水を当てて、じわーって水を吸わせます。5分間ぐらい、ほんのちょっとの水滴を当てて5分間ぐらいたっぷり水を吸わせます。で水が切れたら壁に戻すっていうような動作だけです。もしくはバケツに水を張ってそこにジャバーンってつけます。そうするとね、ポコポコポコ空気が上がってきます。空気が上がってきて、そう、空気が上がってきて、それで空気の循環も行われ、水も吸うことができるというね、水やり方法になります。あとはお風呂とか持ってっちゃってます。大きくなったらもうシャワーでバーってやんないと手に負えないっていうことがあるので、お風呂に持って行っています。はい、っていう感じでビカクシダはこの乾いたら水をあげるっていう作業だけで案外よく育ちます。もちろん光もいるんですが、シダ植物なので耐陰性っていうのは非常に高い。ただシダ植物の耐陰性高い中ではあるんですけど、もともと樹木に着生しているので光はすごく好きな植物であります。育て方によってはすごいね、もう直射日光を当ててもよく育ったりしますし、と、うん、ちゃんと光を当ててくれると、当ててあげるとその分よくこの葉っぱが光合成をしてくれてよく伸びます。そしてね、初心者でも育てやすいポイントの一つなんですけども、これ値札が貼ってあった。
ポイントの一つなんですけども、これ水切れには比較的強いです。まあちょっと比較的っていう言い方なんですけども、このビカクシダよく見ると2種類の葉っぱがあります。胞子葉っていうのと貯水葉っていうのがありますね。胞子葉はこっち、そのうち大きくなるとここの先端に胞子をつけて、この胞子から種が取れます。まあ胞子培養ができるっていうお話なんですけども、それはまた別のお話で、こっちの貯水葉っていうのがありますね。この貯水葉に関して、こっちか、この貯水葉って関しては、ほんとその名前の通り貯水機能があります。この貯水葉を切ると断面がスポンジ状になっていて、すごく水を蓄えることができるので、単純にこの水苔が乾いたよっつっても、実は本体には水が残っていたりするので、感覚的には水切れに強いです。ただ本当に水切れちゃうと結構ダメージがくるので、その辺割と水が好きな植物ではあります。そもそもがシダ植物は結構水が好きです。だから水は好きなんですけど、その中でも水にちょっと耐える力を持ってるよ、だって木の上で生活してるんだっていうところですね。はい、地面に根を張ることができないので、自身の葉っぱで水を蓄えてそこに根を張っていくっていう面白い植物なんですね。はい、あとね、初心者の人でも始めやすい理由、水をやりのタイミングが分かりやすいっていうことじゃなくて、あと2つぐらいあるんですね。もう1つは成長が早いっていうところです。ビカクシダは基本的に成長が結構早いです。春夏秋成長期なんですが、まあ、夏は暑すぎて成長が止まってしまう時もあるんですけども、春と秋はめちゃくちゃよく動きます。室内管理だとしても屋外管理だとしても、若干そのね、やっぱ気温が植物は感じ取る力が強いので、やっぱりすごくよく動くようになります。そしてすごくよく水を吸う、すごく新芽も出してくれる。そう、細かいこと言うといろいろあるんですけど、成長は比較的早いです。だからパッと見ね、1日でも動きがあるので、それはね、植物を育て始めた瞬間に面白くて止まんないと思います。はい、そう、もうこれ以上ここに言及する必要はないんですが、もう成長が早くて面白いですね。はいはい、であとね、このビカクシダなぜ始めやすいかっていうポイントなんですが、意外とこれホームセンターに売ってます。ホームセンターだと結構鉢植えの状態だとかで売ってるんですけど、鉢植えの状態でも500円とかで売ってるんですよ。これもね、もともとは500円ぐらいで、まあ園芸屋さんで買ったやつですね。その小株が吹いたんでこうやって板付けをしましたけど、元は500円、すごい安いですよね。あんま記憶的には500円ですけど、1000円ぐらいしたかもしれないですけど、500円でも結構売ってます。このネザーランド、ビフルカズムネザーランドっていう種類は、そして非常に強いので、初めてでも枯らしにくく面白いんですよね。やっぱね、育てやすい、安いっていうね、かっこいいですしね、大きくなったらもっとかっこよくなります。一応過去の写真こういうのがあるんですけど、これもこの親株ですね。はい、あ、おまけですね、初心者の人でも、植物初心者でも DIY 好きは待ってしまうっていうお話なんですけど、これ板とかね、いろいろ結構自作するのが楽しいんですね。この板、私もここにあるのはほとんど自作しています。自作といってもあれ、あ、これはあの違うけど、自作といってもあれですけど、ほとんど板を買って、まあ、自分で研磨したり切ったり、今焼き印をしたりね、こういう形でこれ出てくる、こういう風に、まあ、これインドアホビーズのロゴがね刻印されてる焼き印をしたりだとか、あとは、まあ、板なので結局割れてしまうだとか考えると、コンパネにつけるのってすごく良くて、まあ、個人的にね、コンパネにつけてやってます。でこれはね、比較的長期的に使えるっていう点でよく使ってますね。あとは壁を作ったり、もうビカベって言うんですけどビカクシダの壁を作ったりだとか、もう DIY 技術がある方だったらめちゃくちゃ楽しい。あと最近私たちはインドアホビーズのスタッフ面としてのスタンドとかも作ってますけど、 DIY 好きはたまんないと思うんですね。はいはい、そしてですね、お次なんですけども、このビカクシダもしハマったよって言った場合に、この次に、このホームセンターで買った次に行こうかなって思うとびっくりすると思います。もうネットで、まあ、ヤフーオークションとかいろいろね、まあ、他ネットでいろいろビカクシダ種類とかで調べると、原種以外にめちゃくちゃいっぱい出てきます。もうね、園芸品種が沼でしかない。はい、ということでね、もう沼でしかないんですよ。もうやばいと思います。何種類あるのかっていうのは本当に分かんないですね。もうどうしたらいいんでしょう。で自分たちでそれを作っていくのも楽しいし、園芸品種もたくさんコレクターしていくっていうのも、コレクションしていくっていうのも面白い要素の一つだとは思います。でこの前の2022年のツイッターでビカクシダ品評会というものを行ったんですが、そこで出た園芸品種が結構たくさん出てまして、そう、これがもうすごいんですよ。個人的に私が一応運営をしているので、運営大賞みたいな、運営特別賞かあげたこのヒリー、ちょっとね写真拝借します。このね、この方のヒリー、ヒリードラゴンとヒリーパオパオのミックス、ヒリーパオパオ、まあ、パオドラだかドラパオだかちょっと際どいところなんですけど、めちゃくちゃかっこよくないですか。でこういうのがね、まだまだね出てくる
るんですね、ビカクシダって。でちなみに私も一応日々ね、こういう風にやってますけど、まあこれちょっと後のお話で、もうね面白い、もう園芸品種がすごい。で去年はねやっぱねこっちですよね、もう小型のビカクシダが出たということで、でこれジェイドガールのスポア、まあ、スポアリング、スポアグラウン、グローンとかっていろいろ言われてる、まあ胞子培養のね、小型のビカクシダの胞子で培養されたやつっていうね、もうすごいですよねこれ、まあ、一応園芸品種なんじゃないんでしょうか、小型のその胞子培養っていうことでね。いやすごいですよね、園芸品種って言っていいのかわかんないけど。でちなみに、まあ、こちらも私が胞子培養、これは私が知ってるやつですけど、こんなこのウィリンキー、まあ、非常に綺麗で小型な感じのウィリンキーですね。ちょっと白飛びしちゃってるな、こういうねウィリンキーがあるんですね。こういうのがまたどんどん、これはまだまだ表現できてないので何とも言えないですけど、どんどんいろんなウィリンキーが、どんどん、あっとっとっと、どんどんいろんなウィリンキーが、どんどんいろんなヒリが生まれてくるんじゃないのかなと思うと、やっぱめちゃくちゃね、なんだかんだいくつも持ってますけど楽しみですよね。まあ、普通に面白いと思いますもん。うん、面白いっすね。で今私が8年ぐらい前にビカクシダ始めた時は、こんなにもたくさんビカクシダを豊富に買えなかったと思います。ただ今はめちゃくちゃオークション、いやフォークとかメルカリとか見ると買いやすくなってますよね。イコール沼りやすいということで、そこはねお気をつけくださいとともに、もう楽しみましょうといったところだと思います。でいろんな方がね今胞子培養もされてます。でこの胞子培養っていうのがどんどん増えていくと、どんどん面白くなるじゃんっていうところが、いやー楽しみなところではありますね。はい。でね、まあ、どんどんそういった園芸品種出てきます。でよくね個人的にまあちょっとおまけなんですけど、タイのファームとかね、そういうので親株写真で子株ですよっていう風に売られてることはあると思うんですけど、あれね意外と育てるとそのようにならない、それなんですけど間違いなくこの個体でも案外違う形になるっていうのはよくあるんです。シダ植物ってすごい環境変化を受けやすい植物なんですね。日本でノキシノブとかってご存知の方多いと思うんですけど、ノキシノブって冬の姿と夏の姿でだいぶ違うじゃないですか。そんな感じでシダ植物なので結構姿を変えることができるんですね。だから現地のその生産者さんの写真って、タイだとしたらすごく温暖な環境で結構肥料も水も豊富に作られたその形、それを日本の人がもうメリハリをつけてちょっと辛めに反らせたりすると、もうかなり形が変わるっていう。だからここをね正直妄想していくのもビカクシダの楽しみ方の一つだと思います。買い方の考え方の一つなのかなとは思うので、タイの写真で、まあ、例えば胞子をバーでっかいわ、でも結構立ち上がってんな途中までみたいな、あじゃあこれもっと絡みに日本でキシってやったらずっと立ち上がるんじゃないみたいなのを考えるとすごく面白かったりします。まあ、例えばなんですけどちょっとね持ってこようかな。例えばこのビカクシダ、これあ全部映んない、全部映しますね。これシャイングロリアっていうビカクシダ、あ遠くなっちゃった、はい、これシャイングロリアというビカクシダなんですが、これ現地の写真だと葉っぱがねクイッと垂れ下がっていたりしたんですね。ただ今私が育てている限りだと葉っぱを立ち上げて最後まで立ち上げるっていうことができています。現地の写真だとこっからクリンとなっていたんですが、今私が室内管理をしているとこんだけ葉先が立ち上がるようになっています。すごく見にくくてごめんなさい、これちょっとでかすぎて。でさらに言うと生産者さんの時よりも分岐数を圧倒的に増やすことができています。これすごいですよねっていうね、まあ、生産者さんのところのはあくまでも参考ということで、誤解を招かないように言うと生産者さんのところの管理が悪いとかいいとかではなくて、環境でだいぶ変えることができるよっていうのがビカクシダの面白いポイントってことでご認識いただけると嬉しいです。このシャイングロリアに関してはだいぶ変わったと思います。まあ、ネットで検索していただければねファームの写真が出てくるとは思いますが、すごくね変わりましたっていうところをねちょっと見ていただきたくて持ってきたんですが、大きすぎてちょっと来年あたりをちょっと締め上げて育てようと思うので、はい、ご参考でした。はい、そしてですねビカクシダ、まあ、園芸品種も分かったよって方もめちゃくちゃ多いと思います。そこでね改めて思うんです、原種の面白さですね。まあ、これもちょっと品評会のお話なんですけども、今回ホルタミーすごかったんですよ。ホルタミーって原種のでかいやつで、あれを日本の環境でああやって姿見せてくれるってすごいなと思って。で原種他にもエリシーだとかエレファントオーティスとかたくさん出ていて、すげえな原種って思いました。原種ってねやっぱりちょっと癖があるのが多くて若干育てにくいっていうこともあるんですが、今私も原種を育てていて思うんです、育てにくくてでも面白いかっこいいじゃんって思ってます。例えばこのエリシーですね、実は昨年たまたまホームセンターで出会ってしまったんですが、このエリシーちょっと見ていただきたいんですけども、この葉っぱめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。いやもうこれ
もう伝わるかな。これね、正直私も今まで写真とかで見る感じエリシーってあんまり個性がないのかなとか思ってたんですけど、育てるとね、ちょっとねめちゃくちゃ面白い。トンノビカクシダが今エリシーが私の中で一番来てんじゃないのかなっていうぐらいすげえかっこいい。でね、あと去年から実は挑戦しているのが、もうね、育てられる人を尊敬しますというクアドリですね。クアドリってどこなむ、クアドリってどこなむっていうね、あるんですけども、これね休眠しちゃうんですよね。そのうちね、もうすぐするかな。でもね、これめちゃくちゃ面白い。このサイズで休眠したらちょっとやばそうっていうね、まあ、園芸品種をたくさん育ててもう分かったよっていう方はぜひ原種を育ててみてください。めちゃくちゃね育てにくくて面白いと思います。やっぱ植物ってね、買うときにちょっと考え方なんですけど、枯れそうだから買う、難しいから買う、それを育てたいっていう、そのもあるんですよね。そもそも私結構そういう植物をずっと買い漁っていて、でビカクシダのビフルカツムとか育てるとめちゃくちゃ簡単だなっていう風に思ったことがあります。で水草とかもそうだったんですね。私もともとアクアリウムやってたんで、水草って結構溶けるんですね。でもこれを育てられた時の喜びすごいな、すごいあるんですよ。いろいろ工夫をして育てることができた時に超嬉しくて、それをまた味わえたいっていう、まあ味わなくてもいいんですけど、でもすごくそれも面白さの一つかなと思うので、今回ね2023年買うべきビカク、買うべき植物の理由としてね挙げさせていただきました。はい、ってことでね、本日は短かったんですけど、去年もね2022年買うべきビカクシダでいろいろお話ししたと思います。うん、今年も2023年買うべきビカクシダみたいなお話になってるんですけど、まあ、今年はねちょっともっと視野を広げて2023年買うべき観葉植物一選ということでね、この一選にねビカクシダちょっとノミネートさせていただきましたのでね、面白いな、面白そうだなと思ったらぜひね、ホームセンターでも植物屋さんでも行けば今ビカクシダマジでありますから、本当にね、あ、もう昔そう 7,8 年前に比べるとあるんですよ、売ってるんですよ。板付けの状態でも売ってることありますから、ぜひね購入してみてはいかがでしょうか。もしね難しいなとかあったらぜひコメントくれて、この育て方がわからないみたいなのがあればね、コメントいただければと思います。はい、あとね、インドアホビーズのオプチャじゃなくて、インドアホビーズのオプチャから飛べるインドアホビーズの世間話オプチャというものがあって、そっちでは気軽に質問受け付けてます。まあ世間話なんで何でも OK みたいなオプチャがあるので、困った時はそっちもご参加してみてください。はい、でね最後に、まあビカクシダまだまだ面白い魅力がめっちゃあるなっていうお話なんですけども、まあもう今日こんだけ話したんでもうないと思うんですけど、 あとはね本当にインテリアとしても楽しみ方がたくさんあって、まあ、例えばこうやって鉢植えでもやっぱビカクシダってできるんですよね。これはヒリーの HPO っていう私のねスポアリング、私の方針巻きのヘリーですけど、これもねこうやってね鉢植えにしてます。ヒリードンですね。これもね一つビカクシダの、まあ、仕立て方の一つで面白いですよね。やっぱ鉢植えの方が飾りやすいよっていう人も中にはいると思うので、鉢でも結構ヒリーとかは鉢の方が見やすいので、種類を選ぶとこれはこれでめちゃくちゃありなんですよ。さっき原種の話ちょっとしたんですけど、やっぱリドレーかっこいいっていうことでリドレーマニアはね中にはいると思うので、でリドレーに関してはワイルドカットとかめちゃくちゃフォークとかで1円とかであると思います。はい、ということでね、本日は2023年におすすめしたい観葉植物一選ということでビカクシダを紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。もうねサムネイルとかもそんなこのなんか分かってるよってお話だったかもしれないんですけども、もしね今年植物を始めたいという人がいたら、この植物を選んでみるのは間違いないと思うので、ぜひね始めてみてはいかがでしょうか。もうねマニアとしてのコレクション性もインテリアとしてのそのインテリア性も兼ね備えている、そしてこんなにハマることができるっていう植物は正直そんなにないと思います。本当にないと思います。だからこんなにねマニアが多いし、こんなにインテリア好きがハマるし、インテリア好きがマニアになっちゃうし、マニアがインテリアのことも考えちゃうこともまだ中にはあるし、面白いすごいなっていうのがやっぱこのビカクシダの魅力の一つですよね。で人それぞれ育てることでその形が変わるっていうこともやっぱり面白さの一つです。だからこれも育て方を考えるっていうことにもつながるし、綺麗な形を作っていきたいっていうね、なんかそういう熱量がここに注げるっていうのはすごいねいいんじゃないでしょうか。ストレス解消にもなるんじゃないでしょうか。無理だなっていうところですね。まあ、ということで、だからこそまだまだねいろいろ探求の余地があるというかなんていうか、もっとハマっていけるその植物の一つだと思うので、ぜひねハマっていただける人がいたら楽しいですよねっていうお話でしたので、また次の動画で、あ、他にもねいろんな種類あるので、私のもうインドアホビーズのチャンネルではいろんなビカクシダ多分出てくるんじゃないでしょうか。ビカクシダ以外も出てきますけど、一つのねご参考資料としてご覧いただければなと思います。ということで今年もね2023年よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画で。